こんにちは。今日はトップスクローム NPB を開封したいと思います。これ去年の11月に発売されたんですけど、今更開封します。ちょっと手に入ったので開封したいと思います。ちょっと待ってください。これイチローさんのサインとかもあるんですけど、何が出るかちょっと楽しみですね。はい、なかなか出てこない。はい、増田選手、愛斗選手、福田選手で、フューチャースターズの鈴木選手ですね。で、1パック4枚入ってて、24パック入りですね。はい。で、2パック目。加藤選手、東浜選手、石井監督、で柳選手のパラレルですね。はい。で、どんどんいきます。3パック目、マルテ選手、菅野選手、ブライト選手、ルーキーですね。で、またブライト選手のパラレル、299枚のパラレルですね。同じ選手が、同じパックに入ってるのも珍しいな。はい、次いきます。なかなか出にくいな、これ。はい。森選手。もうオリックスに行っちゃいましたけど。はい。で、オスナ選手。で、田中選手。で、モイネロ選手の緑のこの99枚ですね、これは。はい。で、何か一つはパラレルが入ってるのかな。はい。次いきます。はい。杉浦選手。はい。福藤岡選手。で、外選手。で、ブライト選手。またブライト多いな。はい。はい、次いきます。ブライトボックスになってますね。はい。吉川選手。かっこいいですね、これ。はい。石森選手のルーキー。で、竹安選手。で、山崎選手の、パラレルですかね。珍しい感じの。はい。はい、次行きます。で、矢野監督。はい。で、塩見選手。で、反対になってんの。涌井選手も中日ですけど。はい。で、柳選手のインサートですかね。柳選手も多いな。はい。で、次いきます。はい。清水選手。荻野選手。で、中村選手。中村健人選手のルーキーですね。で、笹岡監督のパラレルなのかな。はい。いきます。いや、これ、サインとか出るのかな、ほんと。かなりの高確率ですよね。はい、秋山選手、で、清宮選手、柴田選手のルーキー、で、森下選手のインサート。はい。
はい、堀選手、山川選手、ドスコイポーズやってますね。はい、山田選手、で、グラシアル選手。はい、インサートですね。はい。はい、次行きまーす。菊池選手。守備しててかっこいいですね。三森選手。で、銀次選手で、柳田選手のインサート。はい。で、次行きまーす。はい。T 岡田選手。松川選手のルーキー。あ、これいいな。あ、構えてるとこですね。かっこいい。はい。ビシエド選手。で、フューチャースターズの、ムクノキ選手ですね。ルーキーカード。トップスクロームの、このカードは厚みがあってかっこいいですよね。はい。松田選手。サンタナ選手。ロメロ選手、で中村選手のパラレルですね。はい。森下選手、あ、ビッグボス、新庄さん来た。はい。普通のカードですね。で、茂木選手に、柳選手の299枚のパラレルの柳選手も多いな。柳選手とブライト選手が多い。中日のボックスみたいになってんな。はい。吉田正尚選手。はい。いいな、これ。はい。で、原監督、岡林選手、で、今宮選手。これ、パラレルなかったな。はい。次行きます。はい、グラシアル選手も、これもあったかな。外崎選手。で、まあ、江田山田選手。で、愛斗選手も出ましたね。パラレル？このパラレルだな。はい。で、最後の列の方に行きます。浅間選手。あ、藤原選手出たな。はい。で、石川選手。サンタナ選手のパラレル。これ299枚ですね。はい。で、次行きます。はい。あ、ネオ選手の外野からバックホームしてるような写真ですね。はい。で、正木選手のルーキーカード。で、島内選手。で、浅間選手のパラレル。あ、これ50枚だな。結構すごいですね。はい。結構同じ選手が被ってますね。はい。林選手。はい。これは、広岡選手。はい、牧選手。で、紅林選手のパラレルですね。はい。はい、いきまーす。で、相澤選手。あら？これなんかすんごいダメージついてんな。折れてんのか。これちょっとショックだな。はい。丸選手。はい、石川選手。増田選手のパラレルですね。こんな折れることあんのか？ボックスに入ってたのに。すごいな。はい。レアード選手。大瀬良選手。紅林選手。菊池選手、はい。で、残りも少なくなってきました。あと3パックですね。
はい、ロハスジュニア選手、増田選手、小深田選手で、フューチャースターズの安田選手のルーキーですね。はい。はい。西川選手、福永選手のルーキー。はい。宮崎選手、小笠原選手の199枚ですね、これは。はい。で、最後の1パックとなりました。はい。藤波選手。はい。佐々木朗希選手のレギュラーですね。これよかった。はい。小川選手。で、木村選手のパラレルですね。150枚の限定になります。こんな感じですね。はい。サインは出なかったですけど、結構、パラレルが出たので楽しめました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。